はい、どうも亮平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回に引き続き VS 大和庄司さんとの後半戦になります。バッター俊さんは悩み頃となってしまいます。恐怖の9番にはおたけびスイングのナオピーさん、はい、初球は見逃してボール。さあ続く球はよいしょドンと、はい、強烈な打球がセンターへ。そして、はい、シングルヒットですが次の塁を、ね、狙う走塁です。えげつない打球速度でした。そしてラストバッターには翔平の第一打席となります。この日ねちょっと亮平が体調不良でいなかったので、普通だったらね、翔平さんが中盤で僕が最後っていうところなんですけども、この日は、翔平さんがラストバッターとなっています。さあ思いっきり振っていって2ストライク。お次のボールはこれが外に外れてボール。ワンボールツーストライク。うっとギリ外れてますね。はい、平行カウント2エンド2となって、これが2杯のボールを打ち上げてしまう。対角線でしたからね。はい、詰まらされてツーアウトとなります。ここで打者1巡1番の久保すら大久保くんに戻ります。はい、これデッドボール背中でズンといただきました。さあ2番の海斗くん、海斗くん両打ちなんですよね。はい、これはストレートのフォアボール、しっかりと選んで満塁となります。ツーアウトながら満塁。さあ1点返せるか。これがいい当たりがセンターへ飛んだが、これがセンターライナー。いい当たりだったんですけどね、センター正面となります。この回からピッチャー交代で鶴さんはサードへ。鶴人カメラあるんで、ここにこれ鶴人カメラっすよ。はい、鶴さんカメラね設置させていただきました。そしてマウンドにはサブバリン吉田さんが上がります。鶴さんのねピッチングの様子は前回の様子をご覧ください。さあお相手のバッターは翔平図の藤本くん。2ボールとなったところにねセーフティー仕掛けていきます。翔平図はあんま見ないですね。はい、3ボールとなって、はい、これデッドボールごめんなさい。でも走ってるので大丈夫かと思うんですが、すいませんでした。はい、そしてこれゲッツー取れるか。お足速い、素早いプレーもゲッツーは取れず残ります。そしてこの打球キルキルキルフライを、おー、鶴さんガチリとキャッチ、ツーアウトです。そしてこの打球がフラフラっと上がった打球がライト、これが取れずに後ろに反らしてしまう。さあこの間にランナーが帰ってきてしまいます。ただバッターランナーをね、返すことはなかったんですが、それでもね、1失点を与えてしまいます。こちらのバッターは緩急ね、吉田さんの緩急でしっかりと抑えて、最少失点には抑えております。点差が2点に広がってしまいました。4番の通算、これナイスバッティング。技あり打球でレフトへ取って、これが足が絡まってしまったか、大丈夫か、ちょっと足首を押さえてますが、あ、ね、大丈夫そうでした。良かったです。ナイスバッティングです。逆方向へのね技ありのヒット。さあ続く5番ケント君、これも逆方向へ、ライトへ抜けていきます。ケント君も技ありの逆方向で、これでノーアウトランナー1、2塁のチャンスになります。さあ若林さん、再びチャンスで迎えるが、これが右方向を狙ったバッティング、ただセカンド正面に行ってしまいゲッツーとなってしまいます。狙いは良かったんですけどね、逆方向にっていうところで。さあまだチャンスですよ。でもターフいいこと高橋さん、これなんだ、落ちたって言ってますね。フォークボールかな。この回もチャンスを生かせず無得点となります。さあ続く回はこれケント君のいいフィールディング、ワンアウト、いいですね。さあお次のバッター、ワンボールワンストライクから、これをミート前抜けます。
これもね、技ありなバッティングでしたね。はい、これちょっとデッドボール当たってしまいます。ピンチになります。これナイスフィールディング。そしてよいしょ、おっと、ただファーストがねゲッツーかと思ったんですけど守備のミスが出てしまいます。ファーストでエラーなのか、それとも送球がちょっとそれたのか、うーん、難しいところですが、この回3点目を転入してしまいます。そしてこれもサードキルキルだと思うんですけれども、ちょっとここまで上がったんですけどね。まあでもね、点は入ってないですから。はい、これピッチャーゴロ。その後もね、また、ピンチになりましたが、後続は勝ち切って最少失点です。さあ3点広がってしまいました。なんとか点取りたいところ。さあ先頭の俊さんはサードゴロとなってしまいます。先ほどね、鋭い当たりを放ったナオピーさん、この雄たけび打法で打球はどうなる。ライトへ行ったが、これが雄たけびで落球を誘う。そしておお、早いツーベース。打球が2塁へ行きます。さあチャンスで翔平の2打席目、ここで1点でも返しておきたいところ。初球から打っていって、これがフラフラッと上がってが落ちる。セカンド後方へのヒット。ただね、これ落ちてからの、ね、確認をしてからのスタートだったため、三塁ストップとなります。さあ三塁です。これ翔平スタート。おっと、これはディレートなのか、ディレートなのか、ナオピーさんは来るのか、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 来ない。はい、戻る。まあね、あのディレートを本当はしたかったと思うんですけどね、はい、ここでフォアボールで満塁となります。さあ海斗くん打つことができるか。これがピッチャーゴロだが、ホームはアウト。ただこれファーストが交錯したのかな、ボールがそれてる間に翔平激走ホームイン。レッツ崩れの間にホームインで1点を返します。さあなおもチャンスで、バッターは吉田さん。これがただフラフラッと上がって、セカンドフライ。なおもチャンスもね、この回1点止まりとなります。この回からマウンドには海斗くんが上がります。これ、うわー、いいバッティング。逆らわずに逆方向に運ばれます。さあこれね、シングルで抑えております。ノーアウトでランナー1塁出してしまいました。そしてこれも難しい打球、グラブパス決まってればね、ビッグプレーでしたが、ここもね、うまく決まらずピンチとなります。はい、フラフラッと上がった打球がセンターへ。これはどうなる、タッチアップなんか、おお、止める。まあそうですよね、ちょっとこの距離だとさすがに走れないからね。ということでワンアウトで、おお、ナイスフィールディング。はい、ツーアウトです。さあ、ツーアウトでアウトロービタビタのジャストルッキング。はい、ちょっとね、ラストの映像が消えてしまったため、ここで試合終了となります。大和正治さん、対戦ありがとうございました。そして鶴仁さん、ご参加ありがとうございました。皆さん一緒に野球やりましょう。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。